はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、亜麻仁油の体に悪い摂り方、午前についてお伝えしたいと思います。で、あなたは亜麻仁油を摂るようにしているでしょうか？亜麻仁油は健康的にはもちろん、美容的にもダイエット的にも必須であるという、重要な油なんですね。で、そんな摂る必要のある亜麻仁油なんですけども、実は摂り方とか選び方の注意点があって、これが守れていないのであれば、むしろ摂らない方がいいと言えるくらいなんですね。で、摂り方を間違うと逆にデメリットの方が大きくなってしまうというか、リスクとも言える危険性のある物質を作り出してしまうんです。そこで今回は亜麻仁油の間違った摂り方を5つご紹介しますので、もしもこの摂り方をしている方はぜひすぐに正しい摂り方に変えていただきたいと思います。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しないようにぜひまずチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、亜麻仁油の体に悪い摂り方、午前についてお伝えしたいと思います。で、なぜこの亜麻仁油の摂り方が難しいのかというと、その大きな理由は亜麻仁油が酸化しやすいからなんですね。で、これは亜麻仁油というより、亜麻仁油に含まれるオメガ3脂肪酸という油自体の特徴なんですが、この油は非常に酸化しやすい油で、熱や光によって酸化してしまったり、あるいは長時間空気に触れることで酸化しやすい状態になってしまうんですね。で、酸化してしまった油は過酸化脂質という危険な油に変化してしまいます。で、過酸化脂質は様々な危険性があって、まずですね、細胞を傷つけてしまうという特徴があるんですね。で、私たちの体は37兆個ものたくさんの細胞から作られていますので、この細胞を傷つけられてしまうということは全身的に様々な影響が出てしまいます。で、まず肌の細胞が傷つけられると、シミとかシワ、たるみといった、肌の劣化を作ってしまいますし、髪の細胞が傷ついてしまうと張りや腰が失われてしまいますので、見た目の老化が進んでしまうんですね。で、また血管内にある LDL コレステロール、これは悪玉コレステロールですが、これが変化してきた過酸化脂質はですね、動脈硬化の原因になってしまいます。で、この過酸化脂質は血管の壁を傷つけてしまうんですが、この傷からですね、血管の壁の中にこの変化した悪玉コレステロールが入り込んでしまって、血管の内側の壁を盛り上げてしまってですね、血管内を細く詰まりやすくしてしまうんですね。で、これが動脈硬化です。そのため脳梗塞であるとか心筋梗塞とか癌を作ってしまう原因になってしまう、病気を作ってしまうんですね。ですから、酸化してしまった油というのはとても危険なんです。ですので、酸化しやすい亜麻仁油を酸化させないように摂る方法、摂り方がとても重要になってきます。で、これができていないのであれば、むしろ健康的なマイナスになりますから、それなら取らない方がいいんですね。で、また他にもですね、取りたくない物質が入っていることもありますので、それも合わせてお伝えしようと思います。ということで、亜麻仁油の体に悪い摂り方午前なんですが、まず一つ目は加熱してしまっているということです。もうこれはね、ダメダメですね。亜麻仁油を摂るということはですね、加熱は絶対できないですので、もう加熱してしまっている時点でもうダメなんですよ。で、亜麻仁油がね、加熱してはいけないというのは、結構最近はね、テレビでも、話してくれているんですけども、それでもね、やっぱり知らずにですね、たまにやってしまっている方がいらっしゃいます。で、亜麻仁油は炒め物とかね、高温になる調理には使えないんですね。さすがにそこそこね、値段のする亜麻仁油をその揚げ物にまでね、使うって方はいらっしゃらないと思いますが、炒め物とか揚げ物だけではなくてですね、例えばですね、その100度までにしか温度が上がらない、茹でるであるとか、煮物類とかね、こういったものにも使えないんですよ。で、亜麻仁油というのは50度を超えるとね、酸化が始まってきて、70度近くではもうかなり酸化が進んでしまいますので、まず加熱ができないというふうに覚えていただいた方が間違いがないですね。で、これくらいも酸化しやすいものですので、例えばね、そのお味噌汁にね、その入れていただくという取り方も私はお勧めはしているんですが、この場合のタイミングもですね、お味噌汁をその出来たてにね、出来たてほやほやのその湯気が出ている状態のところに入れるというわけではなくてですね、お味噌汁を半分ぐらい飲んだ後に入れてくださいって言ってるんですね。で、それから入れるようにするとですね、その頃にはお味噌汁って結構温度が下がってきて、50度以下ぐらいには下がっているくらいですので、熱く感じずにね、飲める程度、あるいはお料理であればね、その食べられる程度、熱く感じずに食べられる程度というのが一つの目安になります。とりあえず加熱できないということは覚えておいてください。そして亜麻仁油の体に悪い摂り方の2つ目は摂りすぎです。
で、アマニ油に含まれるオメガ3脂肪酸は多くの方が取りすぎてしまっているオメガ6脂肪酸とのバランスを取ることで健康効果であるとか美容効果あるいはダイエット効果を手に入れることができるんですね。で、このオメガ6脂肪酸というのは、ね、取りすぎによってバランスが崩れているところをですね、正すからいい効果があるんですよ。で、これはですね、例えば天秤とかね、シーソーのようなものだと考えてください。オメガ6脂肪酸はですね、ほとんどの方はこのオメガ6脂肪酸というのを先に取りすぎてしまっていますから、このシーソーはね、オメガ6脂肪酸がめちゃくちゃ勝ちすぎている状態なんですよ。ですが、そこにですね、オメガ3脂肪酸を取って足すことでこのバランスを取るというものなんですね。ですが、オメガ3脂肪酸がいいからといってアマニ油を取りすぎてしまうと、今度は反対方向にバランスを崩してしまうんですよね。で、そうすると別のデメリットが出てきてしまいますので、適量を摂取するというのが大切なんです。で、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸の正しいバランスは、オメガ3脂肪酸が1に対してオメガ6脂肪酸が1から4程度となります。で、そのバランスを取るためのアマニ油の適量なんですけども、今の日本人の平均的な食事であればオメガ6脂肪酸がかなり多いですので、アマニ油を大さじ1杯取る程度になります。まあ、だから 15g ぐらいですよね。ただですね、これはその方の食生活によってかなり変わってきますので、例えば外食であるとかコンビニ食品とかをあまり取らずに、サラダ油とかもね、特に使う頻度も少なくて、お惣菜などを買うことも少ないという方であればですね、まあ1日小さじ1から2杯程度が適量となってきます。で、この量を目安としてですね、あなたの食生活に合わせて取りすぎにならずに、そして不足することもないように取っていただきたいと思います。そしてアマニ油の体に悪い取り方の3つ目は、すでに酸化してしまったアマニ油を取っていることですね。で、間違ったアマニ油の取り方としてとても多いのが、もうすでに酸化してしまったアマニ油を取ってしまっている方なんです。もうこれ本当に多くて後を絶ちませんね。で、アマニ油はとても酸化しやすいものですので、酸化しているかいないかはね、本当に注意して判断しないといけないんですね。で、例えばね、もう購入する時点でね、その製品がね、売ってあって、スーパーとかドラッグストアとか売ってますよね、アマニ油はね。で、これをですね、その例えば買う時にですね、もうそれがすでに酸化してしまっている状態であれば、それは意味がないですので、これは避けるべきなんですよ。で、購入する時点での注意すべき点として、まずは低温圧搾といって、低い温度で圧搾しているものを選ぶ必要があるんですね。で、この低温圧搾じゃないものを選んでしまってですね、もうすでに酸化してしまっている場合もあります。で、また購入した後でもですね、火の当たる場所に置いてあったとか、あるいはその高温になってしまっている場所に置いてしまっていてね、酸化するケースというのもあります。で、しかしですね、特に多いのが開封後1ヶ月以上を使い続けているパターンなんですね。で、アマニ油は酸素に触れ続けることでも酸化してしまいますので、一度開封して酸素がボトルの中に入ってしまうと、もうそこからの消費期限というのは持って1ヶ月ですので、その間に使い切る必要があるんですよ。だから1ヶ月以上経過したアマニ油というのは、まあ酸化しているものだと思って、もうそれはもう捨ててもらう方がいいんですよね。で、こう聞くとね、アマニ油1ヶ月で使い切るかなみたいな、そんな不安を感じる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、全然そんなことないんですよ。普通に使い切るんですよね。で、1日にですね、アマニ油を例えば大さじ1杯ですね、15g 消費するとして、10日間で 150g ですよね。で、20日間で 300g、そして30日間で 450g 使う計算になるんですよ。で、そんなに大きいアマニ油ってそんなに売ってないんですよね。もうめちゃくちゃでかい1リットルボトルみたいなアマニ油ってないですので、まああっても 200g とか、まあそんぐらいですから、まあ、普通に使い切るんですよ。毎日取ることをちゃんと、続けていれば普通に使い切るはずなんですよね。ですが、たまに取ってですね、その後、取るのを忘れてしまって、3から4日ぐらいね、経過してしまってですね、そしてまた、アマニ油あるんだった、今日また取ろうかなみたいな、取ってですね、その後また3から4日ぐらい忘れてしまってということを繰り返していると、まあ使い切る前に1ヶ月以上経ってしまいますので、もうそれで酸化してしまっている方が多いんですよね。で、そうしてその開封後ね、1ヶ月間経過したアマニ油はもう酸化してしまっていますから、もうこれはね、取らない方がいいですので、まあ、思い切って捨てていただいた方がいいですね。まあ、ただね、これがもったいないかなと言ってね、また取り始める方もいらっしゃるんですが、まあ、酸化してしまったアマニ油はデメリットの方が大きいですので、危険なものですので、まあ、次に、ね、無駄にしないように、自分にね、その言い聞かせるためにもね、もう思い切って捨てていただいた方がいいですね。
ですから、アマニ油は開封した日から1ヶ月を目安に使い切るということが必須になります。まあ、そのためにですね、その開封した日をね、そのボトルの方に書いておくといいですよね。で、また、開封後にですね、保存する際は、光と高温を避けるために、冷蔵庫の中に入れておくようにしましょう。そして、アマニ油の体に悪い取り方の4つ目は、余計なものが入ったアマニ油を取るということなんですね。で、これもアマニ油の選び方の一つになります。で、アマニ油はあなたが綺麗に健康になるために取りたいものですよね。ですが、安い製品であるとか、質の悪いもの、加工された製品の中には、余計なものが入れられてしまったりだとか、あるいは入ってしまったりするものがあるので、まあ、反対に不健康にしてしまう製品があるんですよ。で、それが食品添加物であるとか、トランス脂肪酸であるとか、農薬が入ってしまっているものなんですね。で、食品添加物は発がん性であるとか、遺伝毒性とか、神経、精神への影響などが指摘されているものがあります。で、トランス脂肪酸はこれはいわば危険な油で、肌や髪をボロボロにしたりだとか、病気の原因になってしまうんですね。で、農薬はアマニ油を絞るためのアマという植物があるんですが、この植物に農薬を使ってしまっているために、アマニ油にも農薬が混入してしまっているパターンがあります。で、それを避けるためにですね、その有機栽培であるもの、つまりオーガニックの製品を選ぶ必要がありますので、まあ、ジャスマークがね、必ずついているものを選ぶようにしましょう。そして食品添加物が入っていないようにですね、原材料欄を必ずチェックするようにしていただいて、トランス脂肪酸はですね、パッケージとか製品のホームページを見ていただくとですね、そのトランス脂肪酸ゼロと記載がちゃんとされていると思いますので、ちゃんと取り組みしているのであればね、だからそういうところを見て選ぶようにしてください。そしてアマニ油の体に悪い取り方の5つ目は、美味しくないものを我慢して取るということなんですね。でアマニ油がね、まずい、臭いけど健康のために、美容のために我慢して飲んでますって方がたまにいらっしゃるんですよ。で、確かにアマニ油には特有の香りがありますし、それが合わないという方もいらっしゃいます。で、我慢して取っている方はとても頑張り屋で素晴らしいことだとは思うんですが、我慢しているということはなかなか続かないですし、我慢するということはストレスですから、ストレス物質が出てきてマグネシウムというミネラルを失わせてしまったりだとか、内臓に負担をかけてしまうんですね。ですから我慢して取るというのは間違いなんですよ。でもね、そのあまりがまずいという方のほとんどは製品の選び方が間違ってるんですよね。で、実はですね、アマニ油は作っている会社、製品によって味にかなり違いがあるんですよ。これはあらゆるアマニ油を買ってきた、その試した私だから分かることなんですが、結構匂いのきついものであるとか、生臭いような製品もあるんですよね。ですが、正しい作り方をされたアマニ油はとても爽やかな香りで、まあ、まずいものではないんですよ。で、その香りがね、そのどんなその香りがするのかなというふうに、聞かれることもあるんですが、まあ、これ感じ方が人それぞれなんですけども、まあ、薄いごま油のように感じる方が多いですね。ですので、アマニ油を安さばかりで選んでですね、粗悪なアマニ油を取っている方がいらっしゃいますが、そのせいで美味しくなくて続かないと本末転倒なんですよね。で、アマニ油はこれから先ですね、ずっと取り続けていかないといけない油ですので、やはり美味しいものを選んでいただかないと、いずれ続かなくなってしまいます。どんなにその根性がある方でもね、それがその期間が長くなるだけで、やっぱり続かなくなってしまうんですよね。ですから、ぜひ美味しさもね、アマニ油を選ぶポイントの一つに入れていただいて、購入していただきたいと思います。で、またですね、コストを安くしたい製造会社によってはですね、アマニ油を精製するという工程を挟んでいるところもあります。で、精製というのは匂いをですね、かなりなくしてしまうことと引き換えに成分までも失わせてしまう方法ですので、いくら匂いが、ね、なくなって取りやすくなったといっても、これでは意味がないんですよね。ですから、未精製の状態で美味しいものというのがおすすめの製品なんですね。で、アマニ油ってそのいろんな製品があって、もう本当にね、製品によって味も成分もピンキリなんですよ。で、私もね、いろんなものを試しましたが、まあ、なかなか美味しいものや納得できるものがなくて、まあ、本当に苦労しました。で、今私はですね、こちらのファスティングナイフという会社のですね、アマニ油を使っているんですよ。で、これはですね、今回ご紹介した選び方に全て当てはまっていますし、そして何より美味しいんですよね。で、他のアマニ油は癖があって続かなかったという方でもですね、このアマニ油に変えていただいたら美味しいから続けられたという方が結構多いですので、もしですね、いろんなそのアマニ油を試したけれども、その美味しいものがなかったからね、どうしようかなって悩んでる方がいらっしゃるとですね、あるいはその美味しくないアマニ油に当たってしまって続けられなかったという方は、こちらの製品をね、ぜひお試しになっていただきたいと思います。
ります。でこの製品にですね興味のある方は下の説明欄にこの製品を販売している正規販売店のリンクを載せておきますので、まあ、ぜひそちらからご覧になってください。でアマニ油は健康になって綺麗になってそしてダイエットにもなるそして病気も防げるというとても素晴らしい効果のある油なんですが、そのためには守るべき取り方というのがあるんですね。ぜひ今回の動画を参考にしていただいて正しく美味しい取り方でアマニ油によって変わっていく体を楽しんでいただきたいと思います。もし私の整体院とかサポート付きのファスティングご興味のある方は下の説明欄にホームページに載りますのでそちらからホームページをご覧ください。で次回以降もねこのような健康美容ダイエットに役立つ情報をお伝えしていきますので、まあ、ぜひ次回の動画もねお見逃しがないようにチャンネル登録の方も今のうちによろしくお願いします。また今回の内容はブログの方にも書いてますので、まあ、下の説明欄からねブログの方もご覧になってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。